皆さんこんにちは、つむじんです。まず本日いきなりご紹介したいのがこちら、じゃん。もうね、暑さと夏バテと本当にお疲れ様でしたということで、生クリームに呼ばれてしまいまして、セブンイレブンの抹茶好きのための濃い宇治抹茶ババロア購入してきました。ちょっとね、まず食べてから行こうかと思います。ちょっとね、私が蓋を開けるときに蓋が生クリームにちょっと着水してしまって削れてはしまったんですが、中がこんな感じ。いただきます。おいしい。いや、びっくり。生クリームと宇治抹茶ってこんな合うんだ。最高ですね。もう美味しい。いやいやいや、やっぱりね、夏のちょっと疲れた体にはね、生クリームと宇治抹茶が染みますね。大変おすすめです。そして今日はのんびりとご紹介したいものがあるので、マントレーニアのノンシュガーですね。もういただいてますが、いただきます。うん、美味しい。ということで、まず大変開封を楽しみにしていたこちら、じゃん。はい、クリボーさんからのお裾分けファイルですね。本当に開封を楽しみにしてたので、早速ちょっと中身を拝見していきたいと思います。いや、嬉しい。どなたかからお裾分けファイルをもらうなんてことがあるとは思っていなかったので、ちょっとね、早速ありがたく開けさせていただきたいなと思います。お、いっぱい入ってる。すごい。わあ。まずお手紙が見えますね。つむじんさんっていうお手紙が嬉しい入っていて、あら、素敵なマスキングテープだ。ちょっとこれ後で使わせていただくとして、ちょっとね、待ちきれないので先に読みますね。嬉しい。お手紙がめちゃくちゃ嬉しい。いやー、なんか感動しちゃうな。嬉しいな、ありがとうございます。いやー、なんか幸せになりました。お手紙ありがとうございます。ちょっとまた後ほどもう一回さらにじっくり読ませていただきます。嬉しいな。ちょっとまず包装紙から出しましょうかね。このベージュの新聞も素敵ですね。大阪ツーリズムって書いてある。へえ、大阪の地方の新聞だけれど、日本のね、書いてあることは日本の内容なんですけど、ベージュ新聞なんですね。大阪、すごいな。お手紙もありがとうございます。で、こちらがエリックさん、ロルパンだ。嬉しい。ロルパン入れてくださってる。ありがとうございます。素敵な船のデザインで、これは可愛らしい。うん、このおじさん見たことある。なんだっけな。思い出せないけれど、すごく見覚えがある。いやー、こちらが横浜限定ロルパン。あららら、貴重なものをいただいてしまって嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとこれしばらくね、飾らせていただくようになるかと思うんですが、嬉しい。素敵なロルバン、ありがとうございます。こちら、多分これね、
エリックさんのペーパーですよね。こういった紙袋があるんですね。ついついじっくり見たくなってしまう。すごく絵柄が可愛らしい。で、中身が、あら、これは昔懐かしのペーパーのシリーズでしたかね。カレルなんちゃら違かったかな。あ、そう、このね、懐かしい絵柄大好きなんですよね。嬉しい。これは一筆箋。あ、一筆箋ですね。一枚ずつ入れてくださってる。ありがとうございます。小さなイチゴの絵柄に、あ、こういうカラーもあるんですね。淡いピンクにグリーンの懐かしい絵柄と、お、急にアメリカン。フルーツの絵柄ですね。へぇー。で、こちらもちょっと懐かしい包装紙の雰囲気、ハッピースワンっていうこと書いてあって、こちらも可愛らしいアイコンがいっぱい並んでますね。マーケットリスト。へぇー。お買い物行くときに牛乳とか卵とかたくさん、買い物がある日にとっても使いやすそうな素敵なリストですね。いや、なんかドキドキしてしまう。で、これがお裾分けファイルですね。へー、すごい。リングがついたお裾分けファイルになっていて、これは、あ、出せますね。へぇー。で、嬉しい。ありがたいです。ミカコちゃんのね、矢沢愛店のシール、余ってるよっていう風に言ってくださってたんで、本当にありがとうございます。あららら。あらららららら。天使なんかじゃないの、緑ちゃん。マミリン。あ、こういうメモ帳があるんだ。いや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 。大事なメモ帳をいただいてしまって。これね、緑ちゃんの後ろ姿は、すぐわかりますね。アキラくんが手を伸ばしているシーンに、いや、もう幸せになってしまう、これは。ありがとうございます。とっても大事なメモ帳を。で、これが表にこう入って、こちらもちょっと一回入れさせていただいて、嬉しい。マグネットがね、つけていただいていて、すごい、ぴっちり作ってくださっていて、おー、開いた。これちょっと右側から見てみましょうかね。小さな可愛らしいポケットがたくさんついていて、こちらがシールですかね。あ、嬉しい。切手だ。そう、切手ね、大好きなんですよ。ちょっとね、古い切手ですかね。いや、嬉しい。しかも海外のとっても素敵な切手ですね。あららら、素敵な可愛らしいハートの切手だったり。いやいや、また貴重なものをいただいてしまって。そう、切手のね、コレクションノートを作りたいなーっていう風に思ってたんで、これは早速使わせていただきたいなと思います。素敵だなぁ。で、女性の切手ですね。いやー、嬉しいです。
いやー、ありがたいな。で、右下が、お、こちらはタグのような感じですかね。あらららら、たくさんの可愛らしいタグが入れてもらってますね。これはね、コラージュとかに使ってみたくなりますね。すごいすごい、ありがとうございます。これも上手に使ってみたいな。そして真ん中の上のところが、これもしかしたらこの小さな封筒も作ってくださったのかな。すごいな、こんな小さな封筒。真ん中は、あら、可愛らしい女の子のシールに、メロンソーダとかの、美味しそうなソーダのシールですね。メロンソーダ大好きです。夏場はね、飲みたくなるんですよね。可愛らしい。なんか見たことがないシールばっかりでね、心が躍りますね、これはね。で、真ん中の下皮がクリップだ。へえ、クリップのシールがあるんだ。いろんな細かな絵柄のクリップですね。へえ、こういうシールあるんだ。面白い。初めてお目にかかりました。で、左上の小さなポケットが、おお、夏っぽい。あら、綺麗だ。クラゲが瓶に入ってたり、いやいやいや、夏らしいな。可愛らしい。綺麗綺麗。ピントが。いやいやいや。こういう綺麗なシールがあるんですね。いや、ありがとうございます。こんないただいてしまって。夏の間にね、ちょっとずつ使いたくなるような素敵なシールですね。ありがとうございます。嬉しいです。左下のポケットには丸いのが入ってますね。なんだろう。まん丸いシール。へえ、珍しい。あ、全部シールになってる。へえ、面白い。こういうシールもあるんだ。おっと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 。おしゃれな丸シールもいただきました。ありがとうございます。そして、左側が気になりますね。ミッキーマウスの、これは、T シャツかな？面白い。これ、開けたら私閉められるだろうか。あ、もうね、折ってくださってる T シャツ型なので、これはちょっとこのまま、崩れたらね、もったいないので、ここに挟ませていただいて、左側にもいろいろ入ってる。これは、サンリオの可愛らしいメモ帳ですね。あ、嬉しい。チアリーチャムがいますね。クリボーさんもサンリオお好きなんだろうか。なかなかね、チアリーチャムのメモ帳は出ないんですよね。いや、これこのままこうやって入れておきたくなってしまうな。で、こちらは、美味しそうなキャラメルマキアートが入ってますね。よいしょ。こちらはなんとも美味しそうな、いやー、もう生クリーム好きっていうことが
バレてしまっていますね。美味しそう。とっても美味しそう。これは幸せになるメモ帳ですね。こちらもキャラメルマキアートのメモ帳に、美味しそうなパン、牛乳、チーズですね。美味しそう。こちらと、あ、これも T シャツ型ですね。これちょっと自分で折ってみたくなりますね。どんな T シャツ型になるか。あ、これも可愛らしい。ディズニーのお裾分けですね、これはね。いや、ちょっとチャレンジしたくなるけれど、これは一応今回はこのままで。ありがとうございます。かわいいな。すごいすごい。で、一番後ろに入っているのがポストカードだ。嬉しい。これはとっても見覚えがあるイラストですね。絵本作家さんだろうか。フロンティア、消しゴムハンコ、バイナコさんっていう風に書かれてますね。いや、可愛らしい。2枚もいただいてしまって、あったかな絵柄ですね。すごい、もう1ページ目からもうものすごくボリューミーなお裾分けファイルで、すごいな。いやいや、こうやって作るんだな、お裾分けファイルって。で、2ページ目が、この封筒も手作りっぽいですね。ありがとうございます。あららら。かわいらしい。女の子の絵柄の封筒に、1枚ずつ入れてくださってる。ありがとうございます。なんかクリボーさんらしいイメージの素敵な一筆箋ですね。いや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 、もう保存版にね、しておきたくなりますね、これはね。これも素敵な女性のお仕事シリーズですかね。一線になっていて、上へ参りますっていう雰囲気になってますね。へえ。いや、使うのがもったいないけれど、使ってみたくなる。とっても素敵な絵柄ですね。可愛らしい。これで一周かな。たくさんたくさん一筆箋をいただいてしまってる。これ玉がいる。玉のクリップがあるんだ。へえ。かわいい。めちゃくちゃ嬉しいです。すごい、玉のクリップとは。手帳の目立つところにちょっと後で玉はつけたいなと思います。で、これは、シールかな？いやいやいや。綺麗な、ペガサスや王冠。ブローチみたいな絵柄のシールですね。へえ。きれいきれい。あと香水瓶。いやいや、こちらもなんとも素敵な絵柄ですね。すごく嬉しいです。そうで、お裾分けファイル作ってる時にお花の素材がもう少し欲しいなと思っていたところだったので、
ありがたいです。綺麗なお花のシール、いや美しい。透明なお花っていうのはね、きっと使いやすいですよね。額縁と別々になっているところがまたすごいな。こちらがちょっとレトロな雰囲気のお花ですね。いやこちらも綺麗。ありがとうございます。貴重なものを。スズランね、好きですね。そして3ページ目にもたくさん入れてくださってる。こちらは、あ、嬉しい切符だ。中原純一さんの、いや素敵、これ素敵な切符をいただきましたね。いやいやいや、こういうデザインがあるんだ。日本女性のとっても素敵な貢献ですね。いやー嬉しい、ありがとうございます。素敵なフォーユークリップ、こういう硬いクリップもね便利そうですね。へー、素敵な、これ畳っぽいですね。へえ、面白い、こういうメモ帳があるんだ。あと小さな少女の可愛らしいメモ帳に、あ、嬉しい、原稿用紙のミニチュアバージョンですねこれは。へえ、こんな小さな原稿用紙があるんだ。こちらも可愛らしい、小さな猫ちゃんがね、ほっこりする絵柄ですね。そしてこちらはエリックさんのポチ袋だ。わあ、小さくて可愛い、ありがとうございます。初めて見るものばかりだ。素敵な英語のカードですね。おしゃれだなぁ。中にも、すごい山盛り入ってる。いやいや、なんだか申し訳ない。中には、あららら。綺麗な、透ける紙ですね。へぇー。いやこれお裾分けファイルとかで何とも使いやすそうなペーパーですね。あらら、エッフェル塔だ、きれいきれい、全部透けてる。へえ、これも透けてる。いや、面白い絵柄のペーパーたくさんですね。すごいな。お花柄も可愛い。で、元気な星柄に、いや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 、たくさんありがとうございます。こんなにいただいて。で、後ろ側がとっても素敵なマスキングテープのマステ巻きですね。これ、面白い。あ、こういう仕掛けになっていて、お裾分けファイルのね、この作り方も勉強になりますね。へえ、すごいギミック。見たことがない絵柄ばかりですね。ちょっとね、印象的な絵柄のマスキングテープにロルバーンもありますね。あ、これはライフのノートのマスキングテープもあるんですね。いやいや、初めてお目にかかった。この10周年のノートは持ってたんですけども、いや嬉しいなぁ。あと桜クーピーのマスキングテープにベビースターとうまい棒も
かわいいですね。へえ。駄菓子もね、マスキングテープが出てるんですね。嬉しい。ちょっと後でね、いろいろ貼らせてもらいたいと思います。そして最後のページが猫ちゃんが見えてますね。こちらはかわいい。これはなん、お、いろんな種類の猫ちゃんがいますね。これなんか喋ってる手ですね。へえ。いや、これ好きだな。面白い。こちらも可愛らしい綺麗なペーパー入れてくれてますね。なんかね、すごくアートな雰囲気のペーパーが多くて嬉しいですね。これはあら綺麗。へー、あ、これも好きだな。可愛い。あ、これもいいな。いや、面白い。ありがとうございます。そして袋の中からペコちゃん。これメモ帳ですかね。ペコちゃんとポコちゃんが喫茶店のバージョンですかね。これもありがとうございます。そして一番後ろが爽やかな夏の飲み物に夏らしい便箋ですね。トロピカルなムードですね。こちらはこちらとたべっ子水族館。いや、可愛いですね。こういうメモ帳もあるんだ。シミチョコビス美味しいんですよね、これ。クジラさんと、美味しそう。可愛らしいメモ帳も。いや、すいません、たくさんいただいてしまって。いや、ということで、なんだかすごい。いや、なんかお裾分けファイルってこうやって作るんだなっていう、すごくね、あの勉強にもなりましたし、なんかね、たくさん新しい発見もあって、感動もあって、すごいお裾分けファイルでした。いやー、すごいなー。また今度ね、あの自分でもお裾分けファイルを作るときにぜひね、作り方参考にさせていただきたいなって思います。本当にたくさんの貴重なものをありがとうございます。たくさんね、あの目で見て楽しんで、それで使わせていただきたいなっていうことを思います。嬉しいです、本当に。さてさて、ではここでとっても楽しみにしていたこちら、はい、岩井グリーンですね。こちらをスタンプのインクとしてちょっと試してみたいなと思います。ドントドリンクっていう風に書かれてますね。やっぱり綺麗だな。こちらのインクで、そしてリラリラハンコさんのスタンプ帳にちょっと押していきますね。いろんなね、楽しいハンコがだんだん増えてきてますね。ちょっとこちらのね、
空いているポイントに行かせていただきます。せーの、それ。インクつけすぎちゃった。それ。ちょっとね、インクで押すというのが難しかったようで、私のやり方がちょっと下手でしたね。でも岩井グリーン自体は鮮やかなね、エメラルドグリーンという感じで、ちょっとこれね、楽しく使えそうなカラーかなっていうふうに思いますね。ちょっとね、改めてバーサマジックでもう一回押し直していますね。かわいい。今度は綺麗に押せました。それぞれとっても可愛らしいハンコですね。いや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 、これは楽しいハンコだ。あとせっかくなのでね、こちらのリトルルさんの小さな可愛いハンコもちょっと押していこうかと思います。面白い。小さいハンコも押しやすいですね。はい、それぞれ押してみました。岩井係長のスタンプもすごく可愛くって、でリトルルさんのね、小さなハンコたちもそれぞれくっきり可愛らしい絵柄で、マンスリーにね、使いやすそうかなっていうイメージがありますね。そう、それでね、こちらのお裾分けが入っていたドープさんという方のマスキングテープ、マステ帳に貼らせていただいたんですが、すごく綺麗でね、ちょっとびっくりしましたね。それぞれこうアートな雰囲気になっていて、いや、これね、ちゃんとマステ購入すればよかったなーって後から思うくらい素敵な絵柄でしたね。ちょっとこれね、ハンコの方にも少し貼っておきたいなーってこと思ってます。こちらですね、マステ巻き、まだたくさん巻いてくださってたので、かなり存在感のあるマステですね。かなり賑やかなページになりましたかね。ドゥープさんの素敵なマスキングテープも少し使って、ちょっとね、賑やかな雰囲気にしてみました。お気に入りですね。岩井グリーンの方はね、ハンコ上手には押せなかったんですけども、万年筆で楽しく使っていきたいなーってこと思ってます。そしてこちらですね、リトルルさんのとっても素敵な北海道のマスキングテープで、ほぼ西手帳の、月刊ページを楽しくコラージュしていきたいなと思ってます。9月ですね。まだほとんど書き込んでいないので、まずは土台に使うのが、サニーサンデーさんのとっても使いやすいマスキングテープですね。こちらちょっと土台のカラーにしていきたいなと思います。
ということで、だいぶ賑やかなマンスリーページになりましたね。イメージ的にはこう食欲の秋っていうことで素敵なマステを使わせていただきました。ちょっとねほんのりサニーサンデーさんの渋い絵柄のマステが透けて見えることでちょっと統一感が出るかなとか思いながら貼ってみましたね。このねスノードームの切手型のマステもすごく好きですね。美味しそうなお寿司がねたくさんマステに描かれてるのでそのままに使ってます。なかなかね9月も賑やかな雰囲気で良いんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は紙箔で購入してきた購入品たちを実際にね手帳やノートに使って楽しんでみようのコーナーと、あとクリボーさんからいただいた感謝のお裾分けファイルのご紹介でした。感謝です本当に。ということで本日もご視聴いただいてありがとうございます。よければチャンネル登録高評価をいただけると励みになります。では次回の動画でお会いしましょう。つむじんでした。またねー。